どうも、レオです。ポッチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではロマサガリユニバースガチャ引いていきたいと思います。はい。3周年おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、もう本当に頭いかれてるでしょ。何が？僕のジュエル見てください。ほぼなかったんですよ、この前のガチャの状態で。結構引いたからね。スッカルカンになりかけてたじゃないですか。うん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 、3万ジュエル来た。多分ショートでもう上がってると思いますけど。始めるなら今です。いやすごい、100連できる。100連できる。これはちょっと先にちょっと先伝えとくわ。100連できるわ。すごい。で、今回この今今日弾こうと思ってるリアム編ね、これ新章になったんですけど、うん、新しい章の主人公ですけど、うん、こいつは10連分、今まで3000で10連だったでしょ、うんうん、15連になってるから、正確に言うとこれ全部ぶっぱ、仮に3万分ぶっぱしたとしたら、うん、もうその 1.5 倍ですよね、100連分ね。ええー、だからもう天井です。あ、150連で天井なんで、うん、で天井でセレクトできるんです、好きなキャラが。うん、うん、そっか。うん、で仮に、すごいね。でその3万別にこれに使わなくたっていいからね、うん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 、他この後も出てくるガチャに、ね、取っとくこともできるし、何でもできるんで、うん、まあ、そんな感じですけど、うん、もうみんな今始めるならこれ今始めた方がいいよ。好きなキャラで始められるから。やったね。この後も来ますし。で、主人公ですね、リアムさん、うん、なんかちょっとかっこよくなっ、なんか銃持ってるキャラ、なんかちょっとこのキャラがこれからどうなっていくのかっていう楽しみではあるけどね、うん、で、プラスモニカもなんかちょっとまた、だいたいアニバーサリーの時モニカ来るね。そうだね。うん、来ましたモニカ。うん、そしてこれも新キャラかな、レスリー。おう、なんかさ、ちょっとスタイルめっちゃ良くない？すごいね。うん、綺麗な人。綺麗な人だね、びっくりするわ。うん、でルージュだね。うん、いやールージュ相変わらずイケメンやね。みんな3年前ロマサガを始めた時の人分かってくれるかもしれないけど、うん、このルージュを掘るところからスタートしてるんで、みんな冒険がね。ノーマルクエストで SS のルージュが落ちるんですよ。おう、すっごい確率低いけど、うん、みんなそれを求めるところからスタートしたっていう、こんなロマサガですけど、うん、ここまで来ました。まあこっちじゃリアムということで、はい、だいたい50連目安に引いていこうと思います。はい、次回別動画で出しますけど、もう一個編があるんで、うん、チラ見せしましょうか、うん、こっちですね。見たい見たい。カタリナ編っていうのがあるんで、うん、これもちょっ と引きたいんで、うん、50連ぐらい行こうと思います。うん、行くぜ。で、そう、ごめん、もう一個ちょっと引く前にまた長くなっちゃってごめんね。うんうん、ついにね、あの、ウィルたちが、ね、アップデートでいなくなったんですよ。お、アルベルトやら、あれ？ウィルやら、ジニーやら、お、変わって、今度フェス系は新しいキャラに全部差し替わったんですよ。おう、だから誰来ても、仮にこのピックアップからこぼれたとしても、おう、しばらくは嬉しい、持ってないからね。うん、で新確定演出も出てるらしい、あるらしい、追加されてるらしい。そんなのも、え、気になる。気になるでしょ。だ、見たいから。なんだろう、走る人違うとか。違うとか、あとなんかね、ちょっと見た目も変わるらしいと聞いているから。行くぜ。行こう。やったら、あ、早速。え、何今の。なんかペタペタ飛ん歩いてった。あ、え、これはもう確定なのでは。あれ、この暗転爆発する機械も違くない？そう、変わった。バージョンアップしたの機械。あ、いやー、もう教授、いやーもうマジか。すごい、いきなり新主人公ゲット。やったじゃん。いやー、いやもうゲンが出てもダイヤが出ても嬉しい。いやもう、いや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 、本当に嘘だ。いやもう力になってくれてる。いや嬉しい、マジ。そんな出る？すっごい。
逆にリアムしか出ないみたいなことある？これイルドゥン再来？そんなことなかった。すごい。ルージュも出てる。あ、違えんだ。15連だからどこで止まるか分かんねえんだ、これ今。そっか。あ、すごいすごい。綺麗。すげえ。いつもよりそっか、ちょっと多いのか。ちょっと多い。あ、これで終わりかな？これで終わるか。わ。あれ？あとでします。あれどうしよう、2個出たな。戻ってみた？え？あ、今ルージュとリアム手に入った。すごい。で、残りレスリーとモニカだね。モニカかわいい。30連ぐらいに止めとこうかな。あ、じゃあもう一回ってこと？もう、あと1回は確実に引くわ。で、これ次第でちょっともう、やめるかもしれない。また違う人が走るかもしれないもんね。そうだね。行くぜ。走ってほしい。違う人見たい。見たい。あ、いつもの。いつもの。でも？あれでも、機械いつもと一緒かな。変わらず？なんか安定したよね。なんか真っ暗になったね。真っ暗になったね。あれが新エフェクトなんだろうね。かっこいいね。あれだと確定なのかな？わかんない。あ、今回のピックアップ。そう、ピック確定とか、あったりするのかな、条件が。でもさ、15連になってる分さ、爆死した時のショック半端ない可能性あるね。今ずっと A 出てるじゃん、うん、ちょっと心に来るものがある ね, あるね。いやもういいんだよ、最初の10連でとんでもない神引きしてるから、気はすごい楽なんだけど、うん、ちょっとチクってする、チクってするわ。チクッとこんだけ A 並ばれるとそれはそれで。そうだね。いや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 、じゃあもうラスト10連ね。じゃあラスト15連だよ、うん、15連、ラスト15連ね、うん、しましょう、うん、頼むぜ、ま、モニカか誰か走って、2人だ。レスリーが欲しい。モニカがいい。はい、ビビ強い。あ、来た来た来た、爆発。今日教授蹴らないね。あれ、教授蹴らなくなったんかな。え、新エフェクトってそういうこと。うん、教授がちょっと蹴りすぎた、蹴らなくなりましたみたいなアップデートあるの、うん、いやそれはそれ寂しいぞ。すげえ、誰か来るから、どっちか、どっちか、レスリーかモニカ。あれあれ、爆発したよね。爆発したよね。あれ、そろそろ来てもらって。リアム、すごい、サンリアム。うわすげえな、めちゃめちゃ俺主人公だよっていうアピールしてく。あ、おっと、誰？おかっぴきのおたま。話がわかるね。あ、いいっすね。かわいい。これがだからキャッチピックアップ外のキャラってことだね、今後のね、そんな中の一人だね。え、かわいい。いやもう今はお玉も好意的に見れる、今後これから引いていく中でもしかしたらそうだ、ね、長い付き合いになるかもしれないけど、そうだ、ね、うん、見るみたいなことになる可能性はゼロじゃないけど、うん、いやいや、でももう本当に満足でございます、こちらとしては。やったね。いやまあレスリー、モニカはちょっとまあ取れなかったものの、うん、新主人公リアムは取れたんで。いやすごい。いやまた新章楽しんでいこうと思いますし、はい、本当におめでとうございます。おめでとうございます。また次回ね、次にすぐに出ると思います、カタリナ編で。あ、そっちもね、どんどん引いていこうと思うんで。いやいっぱいもらったからね、幸先いいよ、引き放題ね、うん、この流れ切りたくない、このまま行きたい。よし、すごい、行こう、うん、じゃあ今回ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。